時は戦国、1583年、織田軍と尾張で地獄の死闘を繰り広げた成田軍、だがまたもや奇策を用いて大垣で大勝したのだ。上杉軍と北条を破り関東を治めた成田は、謙信が始めた上洛戦に端を発して織田との戦に突入。しかし織田軍を率いる魔王信長は濃尾から機内を平定、すでにこの戦力差は遺憾ともできず、上杉軍と成田の援軍は甲信と北陸で連戦連敗。こうして成田は織田軍への和睦が主流となるも、大老城にて新山州筆頭北条氏直、彼の主張により家中は決戦にまとまったのだ。そして始まった徳川軍との駿河遠江での戦い、成田軍は駿河を越え遠江まで平定を果たすも、徳川嫡男正室にして信長の娘を討つことになり、激怒した魔王は大軍を持って関東まで迫ったのだ。これにより成田の東海道策は破綻に追いやられ、ついに織田軍との戦端を神津家にて開くことになる。初戦である関東解放戦はその地のりで勝利、徳川との和睦にこぎつけるまでに至るも、織田はその無尽蔵な財と兵で次々に関東へ迫り、攻めるも守るも成田軍劣勢の中で膠着。またこの状況を待ち望んでいた北条玄庵の謀反計画、内外で追い詰められた成田長近は無謀にも決断、それは圧倒的劣勢の中で尾張へ進軍、同地で倍以上の織田軍を破るというものであった。こうして成田織田による北決戦が勃発、奇跡的とも言える勝利を果たした成田軍は、尾張に駐屯して40万にも及ぶ織田軍を撃退。この地獄絵図の尾張木曽川3年の駅に勝利したのだ。続けて伊勢に進むと見せかけ尾張をおとりにし、進軍する織田軍を奇襲する戦い、不破決戦。これにて織田軍は一網打尽の大敗北を喫した。しかし依然として戦力差は倍以上。成田による次の一手とは。第8話、板橋丸、初陣。佐久間殿、ここは引きましょう。奇襲とも言える不破の戦いによる余波で、尾張を攻めていた織田軍は逃げ散りました。もはや、犬山攻撃中の我らしか残されておりませぬ。これは全て成田による策であったのです。織田は見事その術中に落ち、伊勢に進むと見せかけ、尾張を手薄にし、これを囮として使い、不破で奇襲を仕掛けるとは、我らが郷里を囮に使うなど、許せぬ。こたびの攻勢は織田軍の敗北にございます。次に備え、ここは何とぞ撤退を、不破で敗れた今。次はいつこの地を踏める。それは、わかりませぬ。されど未だ機内を中心に織田軍は成田軍の倍であろうが、郷里すら奪還できずでは、このように情けないことはないであろう。木曽川で一族である信盛の首を取られ、仇を討つこともかなわぬとは。では、いかがいたすのですか。このまま犬山城を包囲したとして、城主は正木丹波にございますれば落ちませぬぞ。申し上げます。成田佐竹勢8000が接近、犬山城の正木勢4000を合わせて総勢1万2000。佐久間殿、我らは4000にございます。じきに全軍囲まれ総攻撃を受けるは必要。これではかないませぬ。何とぞご決断を。岐阜城からここは見下ろせるであろうな。戦場にて主君に最後を見取られるとはこれ幸い。信長様、郷里にてわしの最後とくとご覧あれ。今まさに佐久間の生き様見せるとき、憎き長近率いる成田軍を迎え撃つぞ。佐久間殿、死んではなりませぬ。そのようなことなりませぬぞ。父上、撤退の伝令間に合わず、佐久間森重殿、犬山にて討ち死に、こたび尾張へ攻め入った織田軍壊滅いたしました。今しがた、天守より森重が殲滅される姿を眺めた。実に織田の将としてあっぱれな最後。もはや、岐阜城は孤立しております。ここは機内に脱出されるが上策かと。海の信忠、わしに立てつくか。だ、断じて、滅相もございませぬ。わしが岐阜城に手を構えてこそ、成田軍を牽制できるというものである。されど、岐阜城に成田軍が攻め入った際は、道場にて一戦あるのに、信忠、そなたは機内に入り西国の全軍を統率せよ。はは、受けたまわりました。またこの機に乗じて上杉が攻勢を強めるやもしれぬ。その際は北陸に5万程度を派兵するがよい。終わりの長近は動きましょうか。木曽川そして不破での戦い、ここまで間髪入れぬ戦いで兵糧がないと見る。故にすぐには動けぬであろう。はは、承知いたしました。影勝様、準備万全の進軍となります。うむ、大義である。成田長近殿による尾張強襲、また成田氏長殿による甲信出兵、二方面からなる成田軍の西国への攻勢。これにより織田軍は東国に軍勢を割くことかなわず、我らは今一度の再起が許された。わしが率いる上杉が主導できず無念であるが、氏長殿の成田軍と共に越後を奪還した今、本領の全軍にわたる総力を持って一中に攻め入り、こたびこそは謙信公から受け継ぎし上杉軍によって、北陸の織田軍を完膚なきまでに打ち破ってくれるわ。はは、こたび動員した軍勢は越後3万の精鋭。まずは織田軍より上杉の丘陵越中大津城を奪還し、同地を北陸攻めの共闘補といたしましょう。しからばこたびの戦こそ上杉の北陸接見の初戦、影勝様自ら3万の全軍を統率することで、魔王の波動に対する軍心の王道、すなわち上杉の義を天下に示せるというもの。信長率いる織田一党の日の元における武断政治、必ずや上杉成田伊達による三国同盟にて歯止めをかけねばならぬ。伊達にございますが、通してる宗殿が隠居なされ、嫡男政宗殿が家督を相続いたしました。ふむ、伊達が方針を転換することなかろうな。はは、家督相続の宿賀に伴い欧州に赴き、直々に政宗殿の真意を探ったところ。
上杉投資影勝が名代、樋口兼継にございます。こたび、伊達殿の家督継承お祝い申し上げ盾祭り候にて、主君影勝はことのほか、欧州の繁栄願い申しておりました。これはこれは、戦が続く越後より、わざわざご足労いただきありがたい限り、上杉殿が織田軍を相手に連勝を続けていると聞き、わしも安堵しているところ、先の戦では照宗様直々の援軍、上越至極に存じます。伊達と上杉の盟約は数十年にも及ぶよしみ、存亡の危機に軍勢引き駆けつけるは当然のこと。はは、重ねて感謝申し上げ盾祭ります。伊達殿、伊達政宗にございます。伊達殿、こたびは未だ越後にて戦が続いており、主君影勝自ら継承の祝いに伺うことかなわず、名代たる拙者が馳せ参じたご無礼平にご容赦くだされ。名代に重臣樋口殿、これ何の失礼もございませぬ。越後へ戻りましたら上杉殿に感謝を伝えくだされ。はは、しかと受けたまわりました。して、こたび家督継承による代替わりにて、我ら両国、また成田を加えた三国同盟、対外方針に依然と変わりございましょうか。樋口殿、その心配はご無用である。政宗、問いにお答え差し上げよ。はは、父上、我ら伊達は信長の悪用断じて許しませぬ。故に織田の軍門に下るなど称し、また伊達上杉、そして父上の代にて三国同盟、この吉見を政宗が崩すことはいたしませぬ。されど、されどなんである、政宗。いえ父上、何でもございませぬ。伊達殿、ありがたきご返答にございます。これよりも三国にて何とぞ吉名に。終着至極、大義であった。織田信長の波動が東国に至ることあれば、東北の覇者たる伊達を揺るがしかねない、心中そのように考えている模様にございます。であれば父照宗殿の方針を踏襲するということか。はは、不変と格別の返答をいただいておりますれば、これよりも上杉成田の高校のお礼はございませぬ。されど政宗殿は不運じたる風格あり、照宗殿が貢献を務めている以上は、何事もないと思われますが、戦国乱世であれば警戒は強めるべきかと。あいわかった。兼継は謙信公の頃から始まり、わしの懐刀にして知恵袋の右腕である。前々から思案していたのだがな、越後斎統一にして北陸攻めがいい機会と考える。褒美として上杉重臣直江相続を使用いたす。これよりは直江山城の神兼継と名乗るがよい。身に余るありがたき褒美にございます。影勝様、上方の成田より吉報にございます。成田軍、大耳の国境不破にて、終わりを目指して進軍中の敵勢を奇襲。これにて織田軍を大破したとのこと。すでに前線を大海まで押し上げている模様。なんと、終わり北の決戦に続きまたしても、成田軍が織田軍を破ったと。これは我ら上杉軍による北陸攻め、大きな追い風となりましょう。さすがは東大一の坂東武者成田長近殿であるな。だが、合点がいかぬぞ。北決戦を、成田軍は終わりに駐屯、織田軍は40万をゴース大軍にて攻め寄せ、身の終わり国境の木曽川付近で一進一退の攻防。これがどうして大耳の国境に至れたのだ。どうやら北決戦で獲得し係争地となった伊勢北部の長島城を起点に、同地の街道を北進したとのこと。なるほど、不破とは中山道の関にして、伊勢街道にも直接通じる要所と聞き及ぶ。成田とはどこまでも火星で大軍を破りたがる知れ者。だがこれを利用せぬ手はない。全軍は死に続け、予定通り越中に攻め入るぞ。兄上、終わりの長近殿より急ぎの書状、出かしたぞ、長近。父上、叔父上、長近が身の海国境にて大将、約3年ぶりに戦線を押し上げたとのこと。長近はやると決めたらどこまでもやる男、だがここまでやってのけるとは。この3年、終わりより届く知らせは、いつ戦線が崩壊してもおかしくない報告であった。テクノ坊は追い詰められるほど勢いづくか。故に我らが担う更新でも大規模な攻勢をと、長近殿がこの3年終わりで耐え抜く中、我ら東国は上杉殿と共に織田軍を押しております。苦戦していた西国が一時的にであれ優勢に傾けば、今が干渉を狙う好機である。また板橋丸の元服式を執り行うゆえ、終わりに馳せ参じさせるようにと。成田の元服式はいつも強敵を前にして行われる。これも何かの因果であろうか。己がそうであったように、板橋丸にもこの経験をさせたいのであろうが、森役の丹波が終わりに向かって以来、板橋丸は、成田の若たるわしを呼びつけるとは一体いかなるようにございますか。わしは遊びに励んでおりますので、このように自軸裁判には不要では。これにてさらば。バカ者が控えぬか。板橋丸、そなたの父長近より書状だ。元服式を執り行うゆえ、終わりへ馳せ参じよ。漢字が難しい。何を言ってるのだか分かりませぬので、やはりわしはこれにて。長近を超える付けに育とうとは思いもよらなんだぞ。二代にわたってうつけではわしの血筋がいけなかったのであろう。このままでは成田は東大限り。そのようなことは断じてならぬ。そなたの父長近は天下を登らんと敵の大軍に囲まれながら孤軍奮闘。それもこれも成田と鈴、そして板橋丸のため。それにもかかわらず嫡男が後ろで遊びほうけるとはいかぬと申すのであれば、今ここで切り殺す。切り殺す。鈴、そこで盗み聞かずこちらに来ぬか。父上、申し訳ございませぬ。わしは返答次第でこやつを今ここで切り、成田の時代を兄上に返上いたす。依存ないな。このように育つは私の落ち度。その時は親子共にここで果てます。安末、落ち着くのだ。このような形でお家の返上など成田の恥。板橋丸様、何故行きたくないのですか。もしや織田軍が怖いと申すか。それもございますが、終わりには化け物が出ると。能雪へ、化け物が出る話知っておるか。はは、貴
木曽川のシャレコーデにございますかな。なんだその名前からして恐ろしそうな化け物は、木曽川で討ち死にやの垂れ死にした者たちの遺骸や、その多数の怨念が一つに集まって、巨大な骸骨の化け物になるというものにございます。あの惨劇を目にすればそのような話になるのも、わからぬではないが、わしを呪いに来るという話ではないか。はっはっは、その際はこの鬼が退治いたしましょう。抜け駆けするでない、わしが一刀両断してくれる。そのようなことで呪い殺されておったら、戦国の武将とは命がいくつあっても足りぬわ。そうは言ってもわしは怖くてたまらぬ。長近様、一応熱田神宮に参りましょう。宇治直殿もそう思うか。善は急げである。今より参るぞ。バカ者、化け物が怖くて国が治められるか。やはりここで切り殺してくれる。許してくだされ。おじ上、おやめくだされ。わかりました。終わりへ参ります。板橋丸様、よくぞ申されました。宇治宗、入って参れ。はは、父上。ここにおるはわしのせがれ、成田宇治宗にございます。先に元服いたしましたが、年は一切下にございますれば、家臣として使ってやってくだされ。板橋丸様、何卒よろしくお願いいたします。うむ、はい、わかった。成田着難がなくでない。老いぼれのジードモの外堀から寝上がって、いつか全員切腹だ。機内から尾張へ進軍中の織田軍は、大耳の国境の不破関にて思いもよらず、伊勢街道から北進した成田軍の奇襲を受けた。進軍中の奇襲により大破された余波は大きく、尾張領内の織田軍は大混乱の上で逃げ散る。唯一撤退また敗走しなかったのは、美濃東仏巻口より犬山城攻略に進軍していた佐久間藤堂勢4000のみであった。だが犬山城にこもるは成田三人衆正木丹波4000、そして不破より取って返した長近率いる8000、総勢1万2000の攻撃を受けた佐久間森重は討ち死に、藤堂高虎も敗走を余儀なくされる。こうしておとりとも知らず郷里に攻め入った織田軍、そして進軍中の軍勢合わせて数万が、成田長近のトンチのような起点により敗れ去ったのだ。敵勢を越後より駆逐して統一をなし、以前より越中攻めの軍備を進めていた上杉軍は、この一報を聞くとさらなる攻勢を強めるに至った。これは同じく関東の成田宇治長も同様であり、江戸城より押し城に再び本拠を移すと、自ら10万以上の軍勢を率いて大攻勢を開始する。織田にとって濃尾での大敗は機内と後進の分断であり、東国での成田上杉連合軍の優位が確立されたのだ。そのような最中、いやいやながらも終わりに入った板橋丸、彼にはこの後、思いもできぬ苦境が待っていた。板橋丸、そなたの名はこれより長末とする。長末にございますか。うむ、長はわしの長近から、末は父上の安末からじゃ。うえ、おじじ様から。気に入らぬと申すか。いえ、ありがたき名前にございます。うむ、今や成田は織田と天下を争う大大名、その嫡男たる長末には苦労をかけるが、わしが天下を取れば次はそなたである。であれば歯を食いしばってこらえてくれ。はあ、できる限りは。少し合わぬうちに生意気になりおって。ではわしは関東に戻りますゆえ。話を聞いておらぬのか。我ら成田は長近を奉じ天下を取りに参るというに、元服を終えたその嫡男不在でどうする。なら天下を取られた後にもらいに参ります。天下を取るではなくもらうとは、面白き味方にございますな。はっはっは、天下とは武士たる者自ら掴む者。うむ、こたびばかりはその通りだ。皆揃っては死にどうせよと申すのですか。これよりは長末にも一軍の大将を任せる。成田の嫡男なれば軍勢を率いねばな。ありがた迷惑とはまさにこのこと。わしが軍勢率いなくても父上が勝てば、天下はうちらからわしに転がり込んでくる。長末様、わしも最初は軍勢率いること、恐ろしくまた成田軍を相手に連戦連敗、嫌な思い出しかございませぬが、振り返ればいい経験にございました。今はお父上に従いながら進めば、後には自らがなぜ戦うのか、その道筋がおのずと切り開けるものにございます。また由緒ある成田の時代となれば、今から箔をつけねばなりませぬぞ。宇治直殿、うむ、その通りである。良いか長末、皆の言葉を胸に刻むのだ。はあ、承知いたしました。わしの元服式は北条からの従属要求と重なったゆえ、長末の元服式こそ祝ってやりたかったのだが、成田の元服は強敵を前にと決まっておるようだ。丹波、頼む。これより軍議に移行する。長末聞いておれ。はは、聞くだけならたやすいものです。我ら成田軍は不破の奇襲により織田軍を敗走させるだけではなく、近江まで半島拡大させるに至った。今や信長の居城は孤立無援に等しく、下木曽川不破これら諸々の戦いにて成田軍の濃尾優位が決定的となったと言える。我らは次の一定下に差すか。次の策など考えることもなかろう。岐阜城を落城させ信長の首を取る。うむ、魔王の首を跳ねれば織田の天下は落日。ここは我らの悲願、岐阜城攻めを。されど信長は攻守両面において戦上手、そして岐阜城は天下に知られた山城、さすればこれを落とすは難儀となりましょう。城攻めに時をかければ今以上に機内において織田が体制を整えるは必要。また信長の首を取れるとも限らず、さらにその嫡男信忠は機内で健在となれば、やはり岐阜城攻めは成田に利は少なく。では行方はいかがすればよいと考えておる。ここは機内での合戦あるのみ。ふむ、だが木曽川で敵味方思い知っておる。攻め手がいかに難儀なことになるかを。こたびは我らが攻め手ともなれば、下同様に数倍の敵を破る戦になろうな。攻守を入れ替えるため釣り出せませぬか。不破と同じくおとりとなる何かを使い、迫った敵勢を破って反転
戦攻勢に転じる。織田も馬鹿ではあるまい。二度も同じく軍勢を進むと見せかけ、その地をおとりとする策は使えぬであろう。ゆきえ、先ほどからなぜわしを見ておる。いえ、何でもございませぬ。まさか、わしをおとりにしようと考えたか。がはは、それはいい手ではないか。冗談でもないぞ。ゆきえ、申してみよ。なんと策は聞くだけならただというもの。はは、恐れ多いですが、織田は地対雷敗戦を重ねておりますれば、この流れを是が非でも変えたいと考えているはず。そのような最中で織田優位の地に、成田の嫡男が入ってきたとすれば、織田軍はその首取らんと攻め寄せてくる。この迫った軍勢を打ち破って、一気に反転攻勢へ転じる。大軍を相手にする戦であれば何でもよい。これに決まりだ。長末様はわしが守ってやる。あ、バカを申せ。大切な嫡男だぞ。父上はわしに甘いからな。このような策はできぬはず。であれば利用してやるか。されどそこまで言うのであれば、成田の嫡男としてその退任、この板橋丸改め長末が受けます。よくぞ申した、長末。え、いや、わしも北条と戦う偉人は腹をくくった。上杉が動かねばしが待っておったからな。されど長末安心するがよい。父もこの者たちも必ず動いて助けに参る。違う、想像した父上ではない。であれば長末が入る城は最前線、近江観音寺城となろう。まずいぞ、やってしまった。さ、されどやはり偉人ともなれば。うむ、不安であろう。そこで長末につけたい家臣がおるのだ。ためのぶ、入ってまいるがよい。はは、おれきれき。そして長末様、大浦ためのぶと申します。このためのぶは木曽川の駅にて、成田の部位を聞きつけまいった武将。わしも見込んでおるものゆえ、長末につける。今より長末は成田氏宗、大浦ためのぶと共に、近江観音寺に入城して織田軍の動向に注視せよ。もしこの策に織田軍が乗ってくれば、決戦に至るまで可能な限り敵を引きつけよ。長末、氏宗、ためのぶ、よいな。はは、必ずや長末様と成し遂げます。よい、仰せの通りにいたします。この長末、一生の不覚、されど今逃げたいと申したら、おじじ様よりご哀嘆間にぶたれる。はは、しかと受けたまわりました。長近殿、よろしいか。よしげ殿、うむ、何か心中に思うことあるか。はは、機内での戦、これすなわち源の頼朝公、足利尊氏公に続き、坂東武者たる長近殿が上洛を果たす、そう考えてよろしいのですな。無論その通り、鎌倉そして室町、天下様は2代にわたって坂東を拠所とした。わしはその意志を継承して、日の元に秩序ある安寧を取り戻す。まあ、わしは源氏ではないがな。聞くところによると織田は兵士を自称しているとか。であれば源元に続いて平、次は藤原だ。推しの田舎から我らがここまで来るとはな。何が田舎だ、上方よりずっといいわ。はっはっは、感慨深いというもの。関東にて我ら北条と激戦を繰り広げ、父上が唯一認めた鋼鉄主成田長近様は、ついに天下にのぼらんとしております。成長とともに大国北条の圧力が増していき、デクノボーながらお家衰退を目の当たりにした長近。一方で生まれた頃には成田上杉が優勢であった。関東大戦が始まったばかりであり、板橋丸にとって、お家は衰退の魔落である繁栄しか知らず、関東でぬくぬくと甘やかされて育つことになる。これは災いして長近にある生き地を持たず、臆病と卑屈さだけが彼に受け継がれてしまったのだ。元服まで戦国を一切知らない板橋丸、改め成田長末、その卑屈から出たろうせず箔をつけようとする卑怯さは、思いもよらず前線の近江観音寺におとりとして入城する供養へと陥らせたのであった。関東では板橋丸を甘やかし続けた長近が、尾張教習から今に至るまでに父親として、また当主、そして武将、さらに人として成長したのか。長末の真意を知って知らずかこの策を用いたのだ。観音寺には長末の共回りに成田氏宗、大浦為信をつけ、沢山には北条氏直、長浜には柴崎敦とし、彼ら重臣を海に入れ、万全を期す体制を整える。対して琵琶湖を挟んだ近江坂本には、信長にとっての長末、すなわち織田嫡男信忠が入城、そして彼の元に二人の武将が馳せ参じたのだ。信忠様、何とぞ決断の上、我らに観音寺城攻撃のご下知くだされ。さっさ殿、そう早まってはならぬ。報告によれば元服間もない嫡男を、昨日今日攻め取った前線の城に入れるなど、これは我らを釣り出す策に他ならぬ。策であろうが織田に対する侮辱許せぬは、今眼前に成田の首がぶら下がっておるのだ。長秀、父上は仰せになっていた。終わりの成田軍は兵糧がなく当分動けぬと。確かにその義は仰せの通り、されど成田は小賢しい戦術を得意とし、自ら超人たる攻勢を仕掛けずに、我ら機内の織田軍を誘引することで、無理やり戦を起こそうとしているのです。庭殿は来たと木曽川で敗れ、四天王の役目忘れ、臆病風に吹かれたか。何あらず、何たるものいい。予期せぬとはいえ、下での戦い、そして木曽川に攻め入り越えられず、わしは誰よりも成田を打ちたいと思うておる。されど、それは今ではないのだ。であればそれはいつか申せ。二人ともやめぬか。これが誘引であろうと決戦に及べば是非もなし。なりまさ、大見日の城より観音寺城を南からつけ。はは、承知いたしました。わしは機内諸将に下知を下し、坂本城より出陣して西より進み、共に攻撃する形を取れば優位となる。長秀は伊勢の秀吉と共にご詰めを統率せよ。はは、しかと受けたまわりました。不破では成田の策を見破れず大敗。こたびは感化しているというに、自ら術中に落ち決戦に及ばねばならぬとは。
そのヒゲずっと伸ばしているのか。はは、中国三国志の関雲長を敬服しており、わしも格のごとき軍神タランと伸ばしております。ふむ、関なんちゃらは知らぬが、ための無理そのヒゲは似合っておる。どこまで伸びるか楽しみじゃな。ありがたきお言葉にございます。それで何故成田に仕官いたした。竜玄徳のような主君を追い求め、気づけば弱い35に差し掛かり、そのような折、成田軍の木曽川の駅を耳にし、長近様に拝謁したところ、理想の主君にございました。ふむふむ。父上が竜なんちゃらか。竜なんちゃらの子供は何と申す。二大皇帝竜禅にございますな。であればわしは竜禅ということだ。ため信、わしに使えがいやろうな。はは、そうでございますな。長末様、大変にございます。日野方面より2万、坂本方面より6000、約3万の豪須織田軍がここに迫っている模様。どうすればいいのだ。殺されてしまうぞ。すべては策通り、何も城を枕に死ぬことはありませぬ。成田軍の到着まで、3万を引きつけ。長末様、お水をこぼされてしまっております。いつの間にかこぼしておったな。敵が迫っておれば、お着替えとともに具足を。織田のせいで恥をかいてしまった。この恨み絶対に許さぬぞ。長近様、織田軍乗ってきたとのこと。すでに3万の敵勢が観音寺城を目指し進軍。あい、わかった。宇治名織田の戸泉を出陣させよ。我らも濃尾の全軍率い大海へ入る。はは、承知いたしました。長近、わかっているだろうが、兵糧は心もとない。故に何度も連戦はできぬぞ。うむ、万全ではないが織田に体勢整える猶予与えてはまたもや木曽川の二の舞。小旅で織田軍主力を叩き潰す。観音寺城から出陣して初陣を果たした成田長末、一方の長近は濃尾の軍勢を率い大海に入ると、同地の柴崎北条勢と合流を経て、全軍を後方の沢山城に駐屯させる。そしてついに薩摩勢2万による総攻撃が開始され、信忠勢をも引きつけるため、長末の戦いが始まった。父上、申し付け通り織田軍8部隊2万、確かに引きつけましたぞ。板橋丸、いや長末よくやった。おい、だが観音寺城が落ちているではないか。我らは敵勢を引きつけよとの命、城を最後まで守り通せなど言われておりませぬ。はっはっは、確かにその通りだ。なんだと、生意気な口を叩くな。泉やめぬか、道理はための部にある。それにこの戦いに勝てば観音寺の奪還は容易。3万と聞いていたが、目前の織田軍は2万程度。長末様、かなり削りながら引きつけましたな。ため信、よく偉人の長末と氏宗を貢献した。わしの見込み通りの才覚じゃ。はは、強烈至極ありがたきお言葉。父上、わしは怒っております。おとりにしてすまなかったな。いえ、織田はわしに恥をかかせました。断じて許せぬ所領。逆恨みとはまさにこのこと。よくわからぬが、合戦を前によき心意気。長坂は追い詰められるとやる気になるが、板橋丸は恥でやる気になるのか。今ここにいる8部隊約3万の軍勢、そして沢山に残す5詰めの泉約1万。またわしが5詰めとは承知いたしかねる。泉殿は不当不屈であれば大軍と戦うべき。上洛に向け兵を温存せねばなりませぬ。であればわしが後々必要ということだな。うむ、その通りじゃ。泉、今はこらえてくれ。致し方ない。上洛戦で武功をあげてくれる。これにて濃尾と海で動員できる全軍である。機内を目指すのであれば織田の大軍、これをかっこ撃破しながら進むは不可欠。そして今、成田着難長末の武功により、織田軍3万を合して目前2万を釣り出すに至った。これよりは兵数また兵糧、不運にも脱落する諸将が出てこよう。だがわしは一気に山城国まで駆け抜けることを約束する。今日を前に岐阜城の魔王など帰り見ることがあろうか。おのおの、異存ござらんな。叩き潰してやる。それでは皆の者、行くぞ。いざ、開戦じゃあ。さて、どう攻めてくれようか。部隊数では同規模ですが、兵数ではこちらが上。敵勢に必ず約束が生まれるはずにございます。そこを一気に突き崩せばこの戦勝てるかと。うむ、わしと滝川殿で右翼の軒口を狙う。おのれ、さっさ勢の猛攻と崖上からの藪隙。だが坂東武者たるわしは断じて引かぬぞ。崖上の信忠勢は拙者にお任せくだされ。その成田の武者、国衆打ち破ったり。なんと、長末大義じゃ。左翼は任せたゆえ突破いたせ。はは、承知。中央の吉重殿が押されておるな。わしが援軍に向かう。宇治名殿が信忠を捕らえたことで、約1万での木口を守っていた森勢が動いたわ。父上、左翼の織田軍殲滅いたし、万難を無さ、打ち取りましたぞ。初の合戦で戦線を突破するだけではなく、敵勢を殲滅の上で打ち取ったか。はっはっは、わしも軒口破壊してやったわ。長近、織田軍は総崩れだ。うむ、この戦い成田の勝利である。皆大いに勝ち時を上げよ。そなたの還元を聞かず、このようなことに。いえ、
ご無事であったことが何よりの幸い。わしは、これより以下が致せばよいのだ。こたびの合戦で大見せたの唐橋、成田軍によって抑えられております。すなわち長近は軍勢率いて必ず野境を目指すはず。己、成田ごときが上洛など、されど、敗山兵や機内で未動員の諸状、また西国と北陸へ派兵予定であった軍勢、これを大宮の海に集結させれば、山城京に続く街道を塞ぐことができます。さすれば能で今一度一戦構えるべきと、座して眼前を進む成田軍を眺め、京に至らせて持久戦に持ち込むか、大宮能で決戦を挑むべきか、取れる策はこの二択にございます。成田軍は兵糧がないと見る。であれば一時的にでも京を手放し、持久戦に持ち込むべきではないか。京は観音寺とはわけが違うのです。久保を武力で破って追放した今、天下を織田が所有するは明らかにございますが、京を手放すは天下を手放すと同意、織田の威信は失墜いたしましょう。では、残された策は一つのみ。観音寺で織田軍を破った成田軍は、当初の予定通り反転攻勢を開始させる、そして京に至る最短距離の進軍を選択したのだ。これすなわち瀬田の唐橋を渡り比叡山を見上げながら、山城国東部山科に入るという道筋であった。だが同期に進むには大宮能を制圧せねばならず、わずか一軍の遅れが織田の集結につながったのだ。長近様、織田軍続々と集結しております。その数12部隊2万3000。長近すまぬ、進軍中に兵糧が底をつき、わしも兵数が100に満たぬゆえ、我らはここまでのようにございますな。上洛戦で戦えぬとは、無念。ここまで無理に進軍したわしに責任がある。各言うわしの兵糧もあとわずか。ともなれば、織田も成田も、この一戦で死流を決さねばならぬ。がはは、このためにわしを出さなかったわけか。うむ、こたびは泉を合わせて8部隊2万4000。部隊数では劣るが兵数では互角に持ち込めておる。父上。安心してくだされ。この長瀬の軍勢はまだおります。はっはっは、期待しておるぞ。宇治直殿もまだまだ戦えるな。はは、ご撃くだされ。今よりついに我らの悲願、上洛の戦だ。勝って天下を取るぞ。それでは皆の者、行くぞ。いざ、開戦じゃあ。泉、こたびの戦はわしとそなたが主力、総勢1万5000を一気に左翼に投入することで、織田軍を総崩れにするぞ。おう、はいわかった。左翼には織田の豚だが布陣しておる。下では兵数に物言わせやがって、叩き潰してくれるわ。長末と宇治直殿は中央の高台で粘ってくれ。はは、承知。かと受けたまわりました。雪江は高台の崖よりやぶすまにて右翼を援護せよ。さすれば滝川殿が右翼を突破できるはず。はは、承知いたしました。敵勢は部隊数こそ多いものの、兵数が互角となれば一部隊の兵は少ないはず。ならば万をも超える軍勢を一点集中。これで織田軍は崩れたも同然である。左翼の軒口に崖進軍いたすぞ。長近様、各前線優勢か互角に持ち込めております。このまま押し込みましょうぞ。うむ、もはや織田軍の士気は崩壊しておる。ダメ押しの軒口破壊でしまいじゃ。がはは、爽快な戦であったわ。皆の者、織田は京への道を明け渡した。都に轟く勝ち時をあげよ。あのように喜んだ父上は初めて見たぞ。それもそのはずにございますぞ。こたび長末様がご立派に初陣を果たされ、その上、上洛の道筋まで開けたのですから。すべてはわしのおかげということだな。まあ、そうでございますな。宇治宗、今日はわしと同じで初めてだな。はは、初めてにございます。ためのぶはどうじゃ？主君を求め諸国を放浪中に何度かございます。どんなところなのだ？それは日の元の都にございますれば、見渡す限り美しく絶景、特に女性は格別にございます。なんと、それは早く参らねば。あいや、そこのご一行待たれよ。誰じゃ、無礼であろう。そのいでたち歌舞伎者と見る、立ち去れ。歌舞伎者とはなんだ？空気を乱す不良の悪党にございます。悪党と決めつけるはいささか早計。そこの者、名は何と申す。何を隠そう、石川五右衛門とはわしのこと。何、その名、盗賊と聞き及ぶぞ。長末様、上洛ついでに捕らえて首をはねましょう。あいや、待ってくだされ。この戦国乱世であれば生きるため、盗みの一つや二つ、些細なことにございます。悪事に大事生じあるものか。わしはいつか天下に轟く大事をなさんと、任侠の心意気は捨てておりませぬ。こたび、長末様の武名を耳にし、上洛を果たすと聞き及び、何とぞ家臣に加えてくだされ。そのようなこと、できるはずなかろう。任侠の心は関雲長に通じ、また五右衛門とやらわしに似ておるな。長末様、わしが面倒を見るゆえ、一度この者を家臣に加えてくださらぬか。ふむ、為信がそう申すのであれば、それにわしは今ご機嫌である。五右衛門、わしについてくるがよい。なんと、そのような。ありがたき幸せにございます。これよりは五右衛門、心を入れ替え、神明をとしてお仕えいたします。
成田の嫡男は元服と偉人を果たし、当主は悲願の上洛をついに果たした。彼ら親子、そして魔王の心臓まで達した成田軍の行く末いかに。次回、織田の没落、衰退スタンバイ。